逃げている桜桜桜ここで振り切ったリードが2馬身広がって400を切りました追ってきたのはレッドクラウディアヤさんキューティー前の3頭並んでくるこれを見ながらキモンレッド外へ行った直線コースに向きました逃げる桜桜桜桜並んでくるレッドクラウディア その内側からビタースイートも伸びてきた3頭が4番手をやや離した外から懸命にミヤサンキューティーさらにはマニエリスムキモンレッドも追ってくる内から抜けたのはビタースイートだビタースイートが抜け出したレッドクラウディアサクラサクラサクラ2番手争いビタースイート3連勝で重賞制覇ゴールイン勝ったのは2番ビタースイート直線内立沿いから抜けましたそれでは高見平市調教師にお話を伺いますおめでとうございますありがとうございます 今日の馬の仕上がりというのはいかがでしたでしょうか？そうですね。この子本当に素直な子で、あの仕上げも。仕上げやすいんで、あの問題なく来れたので、まあ、仕上げに関しては大丈夫かなと思ってました。レースをスタートから振り返っていただけますか？そうですね。あの佐藤騎手もうまく出してくれましたし。まあ、あのいいポジションで運んでくれたんで。良かったと思います。 直線の追い比べ、どのようにご覧になりましたでしょうか。そうですね。あの、三四コーナーいい感じで上がっていってくれたので。まあ,あ、とはどこか、空いてくれればなとは、思って見てました、うん。やってくれるなという感じでした。そうですね。あの、いつも姉妹いい子なので。まあ、あの、上がり方でいけば、まあ、あの。いい感じで競馬してくれるなとは思いました。 転入してから負けなし、来年も楽しみですよね。そうですね、はい、はい、また来年も頑張ります。この馬の来年の目標ありましたら教えていただけますか。うん、そうですね、まだまあ、こちらで参戦なので、まああのそうですね一戦一戦あの大事にあの使っていってあげたいと思います。それではファンの方に最後メッセージをお願いいたします。 今日はあの応援ありがとうございました。あの来年も頑張りますので、大池場の方に足を運んであの応援しに来てください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。三連勝で優勝初制覇、今のお気持ちいかがでしょうか。素直にすごい嬉しいです。レース振り返っていかがでしょう。うんまあこの学びに。 競馬上手な馬なので、まあ、そんな位置取りは気にせず、まあ、この馬ままのリズムで走らせてあげようというのを心がけて、まあ、自然とあの位置できてで強い馬が前に見えたので、まあ、落ち着いて乗ることができました直線に入ってからはいかがでしたかあそこは打ちか外行くか迷ったんですけどもうあそこは賭けで打ち、まあ、を狙ってそれがうまくいきました。 南関東に転入してからは佐藤ジョッキーたすなはずっと取られてますがこの馬の強さっていうのはどのようなところに感じられてますかま特に癖がないのでま本短所がないのが一番の長所かなっていうのを感じます佐藤ジョッキー自体もこう楽しみな馬が増えてきたなという感じですよねそうですねやっぱこういう馬がいると <laughs> とても消え場に余計に身が引き締まります、うん 来年に向けてお気持ちいかがでしょう,うん。そうですね。まあ、とりあえず一つ重賞を取らせることが取らせてあげることができたので、まあ、来年ことはまあまた考えていきたいと思います。それでは最後にファンの方にメッセージをお願いいたします。今日はえっと応援ありがとうございました。また来年1月1日から川崎競馬地元頑張りますので応援よろしくお願いします。